第11回ルートとチャリティーイベントをご覧の皆さん、こんにちは。倉本光です。今回ですね、私こういうものを作ってみました。乳首ですね。はい。このイベントはですね、素敵なコミュニケーションツールだとずっと思ってまして、はい。私は人間が生まれてすぐにコミュニケーションを取るために使う道具ですね。乳首です。母の乳首でまず、これを含んで全てが始まるという、そういうのを象徴的に味わってみました。いかがでしょう。